M62 系ディーゼル機関車は、旧ソビエト連邦のルハンスクディーゼル機関車工場で製造された重量貨物列車用のディーゼル機関車である。キューバ、北朝鮮、モンゴルなど多くの東側諸国に輸出された。1車体方式の M62 ばかりではなく、2車体方式の 2M62、3車体方式の 3M62 も製造された。コメコンの指令により、 東側諸国の中での重量級ディーゼル機関車の製作はソビエト連邦とルーマニアが独占することとなった。このディーゼル機関車の最初の試作車は数量が1964年に完成した。そしてそれらのソビエト連邦国外への最初の輸出先はハンガリーであった。ソビエト連邦向けには総数723両が製造された。 1970年から1976年まで、旧ソビエト連邦国鉄は723両の M62 軽機関車を受領した。さらに1989年から1990年には、3車体連結タイプである 3M62U 型を構成する単体の機関車である M62U が13車体分投入された。ソビエト軍用としては、 DM62 と名付けられた機関車が154両製作された。DM62 は SS-24 弾道ミサイルの発射台を搭載する列車用に設計変更されていた。専用鉄道向けには39両が M62 アップとして製作された。M62 アップは改良された台車、大きめの燃料タンク、変更された消音機を備えていた。 1960年代の初期、ポーランドで重量貨物用、ディーゼル機関車の需要が逼迫していた。ポーランドの工業力では当時このような機関車の製作は不可能だったために、すでにハンガリー国鉄が輸入していたものと同型の M62 軽機関車をソビエトから大量に輸入することが決定された。ポーランドではこれらの機関車に ST44 型の 形式称号が与えられた。衛星国家に製品を輸出されることを好まなかったという政治的な理由からソビエト連邦はポーランドにルーマニア製ではなくソビエト製の機関車を購入することを強制した。最初の4両はボロシロブグラードに所在する機関車工場で製作され、1965年9月にポーランドに搬入された。そして1988年までに 合計1191両の導入が続いた。この中で ST44 から1500号機は高い最高速度を許容する台車とエンジンに交換されていた。2001号機から2068号機までは後席専用後期戦に走らせるために輸入された。このグループは機関の相違に加え自動連結機をも装備していた。最初の修繕で すべての ST44 型の全消灯は小さいものからポーランド標準の大きいものへと取り替えられた。ポーランドが M62 型を輸入するにはいくつかの理由があったわけだが強敵視点からするとその決定は曖昧なものであった。この機関車は当時ポーランドで貨物輸送に従事していた。どの機関車よりも強力であったが客車への暖房関連装置がないために 客車列車を牽引することができず、大きな軌道破壊も引き起こした。M62 系のもう一つの弱点は燃料消費が多いことであった。この機関車の利点は単純な構造と信頼性のある電気式動力伝達機構にあった。ポーランド国鉄の電化区間の延伸は比較的新しい ST44 型を予備車へと追いやった。 ポーランド国鉄で廃車となった多くの ST44 型が専用鉄道や私鉄にその活路を見出していった。燃料や潤滑油の消費量が大変多いことや機関車の重量が軌道に与える影響はポーランド国鉄がこの機関車の使用を減らすという結果をもたらした。2007年現在も多くがポーランド国鉄の貨物列車用に残されているが 一方で多くが急車中である。いくつかの路線では、重量のために ST44 型は入線禁止となっている。2007年現在、50両前後の ST44 型がザモシチの機関区で維持されている。2005年には2両の ST44 型が、ファブロック車でキャタピラ製のエンジンと新しい主交流発電機への交換を含む、 全面的な改装を施され、鉱石専用後期船に投入された。これらの機関車には3001号と3002号の番号が与えられた。M62 型は、検査修繕の要求水準の低さのために、北朝鮮の鉄道では、好評を持って迎えられ、非電化路線のみならず、電化区間でも用いられている。形式称号としては、600番台が与えられ、 1967年から1995年にかけて56両がソビエト連邦から輸出された。1996年から1998年にかけては31両がドイツ鉄道から譲渡され、2000年にはスロバキア国鉄から6両、ポーランド国鉄から13両が譲渡された。ナイオン602号機にはこの機関車を 金日成が自ら視察した証である特製の赤い銘板が掲げられている。8001号機と8002号機の2両は北朝鮮で作られ G. アムズウングと命名された。8002号機は製造以来一貫して三大革命、展示館に陳列されており、8001号は通常運用についている。少なくとも15両の北朝鮮の M62 型が改造され、 電気機関車になった。東ドイツへは1966年から1978年にかけて東ドイツ国鉄に378両、その他産業鉄道に18両が納入された。東ドイツ国鉄の車両は当初 V200 型と名乗っていたが、後に120型と解消された。ドイツ再統一後、形式は220型に変更されたものの、 急速に到達され1994年の末に全廃。産業鉄道向けの車両も1998年までに運用を離脱した。イベント列車を牽引するスロバキア国鉄781系1966年から1979年にかけてウクライナルハンスク機関車工場製の標準機用 T679.1 系及び高機用。 T679.5 系の計5 9 9両がチェコスロバキア国鉄国営会社に輸出され、幹線軽重貨物列車に投入された。しかし主要幹線の電化が進んだため運用線区は急速に縮小し、1987年には余剰車をハンガリー国鉄に売却するなど淘汰が始まった。1988年の チェコスロバキア国鉄道力車大会版で781型と781.8型に改称された。連邦制解消後チェコ鉄道公団とスロバキア共和国鉄道に承継されたが、スロバキア国鉄では1997年に運用を終了した。チェコ鉄道では、チェコ西部のホムトフヘブ鉄道線における重貨物列車に用い、末期はドイツバイエルン州、 アルツベルク火力発電所向け石炭貨物列車に使用されていたが、同発電所の廃止に伴い2002年11月30日に運用が終了した。現在781.312が、スロバキア国鉄ブラキスラバ交通博物館で、781.600が、チェコ鉄道機関車博物館、ホムトフ機関区で保存展示されているほか、社会主義時代の図書に復元された。 スロバキア国鉄及び、チェコ鉄道所属の3両が、ウルート機機関区、レトフラト機関区、ヘブ機関区に配置され、イベント列車などで運行されている。サンクトペテルブルクの鉄道博物館で保存されている、トップナンバーの62001号機1965年から1978年にかけて、ハンガリー国鉄は、M62 型と名付けられた機関車を294両。 受領した M62K001 号機はこれら一連の M62 系のトップナンバーである。本来搭載していたコロムナ機関車工場製の指揮官をより効率の高いエンジンに換装する計画が1997年に始まった。301、303と304号機はマトゥー製のエンジンを、残りはキャタピラ製のエンジンを装備する。 これら34両のエンジン乾燥車は M62.3 型と解消された。ハンガリー国鉄は1970年から1978年にかけて 1524mm の高期用台車を持った M62.5 型を15両購入した。何両かの M62.5 型は標準機用から改造された。これら高気用の機関車は ザーホニ周辺の旧ソビエト連邦との国境地区で運用され、2005年現在も7両の M62.5 型が使用されている。1972年には、オーストリアとハンガリーとの共同企業体であるジュール、ショプロン・エーベンフルト鉄道が6両の標準機用の M62.9 型と名付けられた機関車を導入した。これらの機関車はショプロンに留置されていたが、 1996年に解体されてしまった。61型と名付けられた21両が、キューバ向けに1974年から1975年にかけて発送された。1980年から1990年の間に、モンゴル鉄道は M62M を13両と、2車体永久連結タイプである66組の 2M62M を導入した。 時期は不明だが、2M62M1 組が伝送品を装備され、電気機関車に改造された。爆風方面に配属の模様。M62 軽機関車は3軸ボギーの台車2機を有している。台枠と台車枠は箱型部材で作られている。2ストロークのディーゼルエンジンと主直流発電機は鋼鉄製の台枠に断性紙自体で固定されている。電動機は、 大車枠に搭載されている。M62 型は総括制御装置を装備しており、一箇所の運転室で連結された二両の機関車を操縦できる。この機関車は平坦線で1000トンの貨車を最高速度、時速80キロメートルで、牽引可能で、二両連結の場合は3600トンまでの列車を牽引でき、この場合の最高速度は時速60キロメートルである。 ハンガリーでは、米国の企業のライセンス供与を受けて作られた、スウェーデンのノーハブ社製 M61 機関車が M62 に比べて10トン軽く、出力はやや小さいものの、ソビエト製のエンジンを持つ M62 の50から60%の燃料消費量で25%を多く、牽引することができた。M62 は、ブタペストと、 ニーレジハーザとの間を再給油することなく走破することはできなかった。M62 のディーゼルエンジンは過去の設計経験なしに短期間で開発されたため信頼性は標準以下であった。この機関車のエンジンは第二次世界大戦中のドイツの沿岸防衛用潜水艦のものの設計を基礎にしており東側の衛星諸国の標準機向きの 最大福音と厳しいトンネル高さに対しては課題であった。ソビエト体制の崩壊以後、ハンガリー国鉄の31両の M62 型が1990年代にエンジンをキャタピラ製のものに換装して改造されたが、資金不足によりそれ以上の改造は中断された。多くのソビエトの衛星国家の需要化は、 貨物と旅客塗装法に汎用できる機関車を求めていたにもかかわらず M62 型はいかなる客車向けの暖房供給機構をも搭載していなかったために貨物牽引専用とされていた寒い季節には1960年代から1970年代のハンガリーの M62 経験員の旅客列車は専用の石油燃焼式のボイラーを搭載した 暖房車を連結しなければならなかった。また、1980年代には、電熱機による暖房用に電源車を連結していた。これと対照的にノウハブ製の M61 軽機関車は、内蔵する水タンクとエンジンの排熱を用い、1時間に7 5 0ラムの蒸気を発生することができ、燃料消費を低減化できることを実証した。この機関車は、 鉄道ファンの間である種の崇拝を受けており、いくつかの通称を授けられている。それらは大抵それがソビート製であることに由来している。ありがとうございます。